株式会社クレオフーガです。おめでとうございます。株式会社クレオフーガ殿、以下同文です。おめでとうございます。ではトロフィーをお送りいたします。お二人でお持ちいただきまして、笑顔で前方にお願いいたします。記念撮影をさせていただきます。おめでとうございます。はい、それでは、音素材マーケットプレイスオーディオストックについて株式会社クレオフーガの山口がご説明させていただきます。まず弊社ですが、音楽クリエイターアーティストが活躍する場を創造するというビジョンのもと、2007年に岡山県で創業いたしました。でこのビジョンを、実現するサービスとして作られたのがこのオーディオストックになります。このオーディオストックでは、音素材をオンライン上で使用ライセンスを売買できるサービスとなっております。過去に4万件以上のライセンスを販売しておりまして、本当にスマートフォンアプリから、イベントの BGM など、さまざまなシーンでご利用いただいております。さてそれではなぜ、このサービスを Ruby で作ったかということについて、説明いたします。まず一つ目は生産性の高さです。ウェブサービスなんですけれども、やはり変化が激しいウェブ業界ですので、新しいサービスを一刻も早くリリースしたいというときに、生産性の高い Ruby ですぐに組んでリリースするということができるのは、とても良かったなと思っております。あと、コミュニティが活発というところがございまして、弊社岡山にも開発拠点があるんですが、岡山にもですね、岡山 RB ですとか、その他たくさんの、勉強会ですとかセミナーがございまして、その中で積極的に、意見交換、情報交換ができることで、弊社としてもとても良い刺激を得るような形になっております。最後になりましたが、これからについてですが、オーディオストックは音楽を取り扱っております。音楽というのは国境がございませんので、海外をどんどん目指して展開していきたいなと思っております。IT 技術、Ruby の力で音楽を作り出す人と使いたい人をどんどんつないでいける世界を作れたらなと思っております。簡単にはなりますが、以上となります。ご清聴ありがとうございます。山口様ありがとうございました。本当にこのような素敵な賞をいただきまして、もうとても嬉しく思っております。でこの賞はですね、私は今回、この場に来させていただきましたけれども、弊社のエンジニアですとかスタッフのみんな、そして、アドバイスをいただいた皆様、そして弊社のサービスを使っていただいているすべての皆様のおかげで、ここに来れたなと思っておりますので、本当にその皆様に感謝の気持ちを伝えたいなと思っております。もともと Ruby プロトタイプで使っていたんですけれども、それとともに、弊社岡山で創業したんですけれども、その頃松江で Ruby がすごい盛り上がっていて、近くなので岡山でも少し Ruby が盛り上がってこう来た頃でして、それのいうきっかけもあって、じゃあちょっと Ruby でどんどんやってみようかということで Ruby で開発をしました。やっぱり Ruby は生産性の高さといいますか、あと書いてて楽しいところといいますか、本当に企画でこんなことをやりたいと言ったらエンジニアがすぐパッと作ってもらえるみたいな、そういうものをどんどん循環できるというのは Ruby の特性だなというふうに思っております。あとはやはりコミュニティが充実していて、岡山でもいろんなコミュニティを立ち上げたりですとか参加させてもらったりして、その中でいろんな新しいことを学んだりですとか、うちから情報提供させていただいたりとかしていって、とてもいろいろと勉強になっているなというふうに思っております。今回ですね、本当に今まで Ruby に助けられてここまで来たので、これからぜひその Ruby に恩返しをするという意味で、ぜひコミュニティとかに貢献をしていきたいなということもございますし、私たちはその音楽という領域で世界に展開していきたいなと思っておりますので、音楽が好きで IT、Ruby が好きなエンジニアをもっと募集したいなと思っておりますので、どんどんこれをきっかけに拡大していきたいなと思っております。